はいそれでは本日は販売士2級平成28年第44回4の3番マーケティング色彩について解説していきたいと思います問題は番組タイトル室の説明欄に記載されてありますのでそちらからご覧ください次のアーカラオは売り場を演出する色彩の技術について述べている正しいものには1を誤っているものには2を回答用紙の所定欄にその番号をマークしなさいという問題ですまずこちらの問題に入る前にこの色彩の技術について、えー、解説をしていきます、えー、この色彩の技術というものは、まあ、色は心理的に購買行動を強い 購買行動に強い影響を与えるので、まあ、効果的に利用する必要があるということですね。まあ、結果的にえ強いイメージを残してえお客さんに買ってもらうという流れになります。そして、えー、陳列方法ですね。この、えー、色彩の陳列方法なんですけども、例えばこの白とか黒のような無彩色ですね。このようなものを陳列する場合に関しては、白、薄い灰色、濃い灰色、黒のように、えー、明度段階で並べるとすごい効果的で、えー、お客さんの目に留まりやすいよという流れになります。こちらも覚えてください。 あとは、えー、この色が、えー、ある有色彩色。先ほどはですね、黒とか白の、えー、色ないやつだったんですけども、えー、今回に関しては、この有彩色というものは、まあいろいろあるんですけど、えー、暖色とか寒色があります。えー、この暖色というのは、まあったかい系ピンクとか、まあピンクは、まあピンクは細かく言うと中性色なんですけども、赤とか、えー、黄色ですね。そしてこの寒色というものは、この青とか、まあ、薄暗い色、薄暗い方の色と思っていただければいいです。この、えー、緑とか、 紫に関しては、ま、細かく言うと、中性色。まあ、大体こう、こう分かれてますよと覚えていただければいいです。あとはですね、え、寝室色とか抗体色もあるんですけども、まあ、これはですね、この、感触と交代色というのは結構ニアピン。進出色というのは、え、暖色と、まあ、ほぼニアピンと思っていただければいいです。あとは、色相関という言葉が出てくるんですけども、このようにですね、まあ、7色あるとしたら、お互い、え、捕食の関係。この捕食の関係というのは正反対の関係のことを言うんですけども、色相関というものがあって、 このお互い、また別々に折るところが補色の関係になります。なので、これもえ覚えていただければと思います。そして、この補色調和というものがあるんですけども、お互いに正反対の位置にする色を引き立たせ合うえ相乗効果があるという流れになります。なので、この補色の関係をあえて利用して、このようにえまあ浮かび上がらせて、お客さんにちょっとでも身を引いて、ずっと止まってもらえるような、え、ー 売り場を作るという流れになりますなので正反対のものをあえて組み合わせて目立たせるというのもありですよという流れですね。そして次にですね、えー、同色同一商品の配列ですね。えー、同一商品でいろいろな種類の色がある場合ですね、例えばあのスニーカーであったり、あとは服、まあ、ニットとかいろいろ種類があると思うんですけども、そのようなものを、えー、たくさんの種類並べるときに関しては、まあ、こう、 虹色にこうは配列していくのがおすすめという流れになります。まあ、連続性が形成され、どれを買おうかなと、えー、迷ってお客さんの購買確率が上がるという流れになります。まあ、こちらはカラーストライプチンですというものになりますので、こちらも覚えていただければと思います。そしてですね、暖色系の色、えー、っとちょっと話が変わるんですけども、えー、あったかい系の色ですね。ここの、これか。このあったかい系の色に関しては、一般的にお客さんの気分を上げて、まあ、興奮させる効果があります。 また、浸、えー、出色と色が似ていることから、えー、間口の狭い店舗では店内を広く見せる効果があるということになります。なので、この赤色系の暖色系、そして、まあ、こういう黄色とか赤色系の浸出色というものは、基本的には、えー、店内の間口が狭いところに関しては広く見せる効果があるのでて、えー、もし間口が狭い場合に関しては、こういう赤とか黄色とかを持ってきた方がいいという流れになります。あとは、 新出色と後退色を1つのグループ集団としてまとめると、まあ、商品を並べた時にです、ね、明るい色は大きく見えそして暗い色は小さく見えるのでこれによって売り場のアクセントをつけることができて、まあ、お客さんの目を引くことができるという流れになりますなのでまこちらの暖色そして後退色の組み合わせをうまく利用してあとはです、ね、この色相関の補色の関係というものをうまく利用してお客さんの目,に目を引くような売り場を作る これが色彩の技術になりますので覚えていただければと思います。では、この解説を踏まえて問題に入っていきたいと思います。あ、無彩色の商品をディスプレイする場合、一般的にそのメイド段階に従って,順序立てを、順序立てた配列、例、白、薄い灰色、濃い灰色、黒にすると効果的である。この問題は正解です。この陳列方法のこの部分になりますね。白とか灰色、黒。 えー、濃い灰色黒のように、えー、明度段階で並べると効果的であるというのが、えー、言われておりますので、この1番に関しては正解です。それでは次、E。補色調和とは、色相関でお互いに正反対に位置する色を引き,引き立て合う相乗効果のことを言う。えー、この問題は正解です。これで,ですね、こちらの問題ですね、補色の関係になります。この補色調和というものはですね、 このお互いに正反対に位置する色を引き出せ合うための相乗効果になるということですね、まあ、正反対のものの組み合わせとしてはこのように赤色のものが目立ってうまくお客さんの目を引くことができるのでこちらのことを言っておりますいに関しては正解です3番う間口の狭い店舗では交体色のある暖色系の色を用いると店内を広く見せる効果があるこの問題は間違えておりますこの交体色という言葉が寝室色になります 寝室食と、えー交代えー、色とあとはこの暖色というものは、まあえーまあ、興奮させる、まあ、お客さんを興奮させるような、まあ、いい色、まあ、いい色というか、購買意欲を立たせるような、まあ、色になります。またですね、寝室食と似ていることから、間口の狭い店舗では店舗を広く見せる効果があるので、えー、今回の問題に関しては、交代食のある暖、えー、色と書いてあるんですけども、寝室食のある暖色が正解になりますので、この3番は不正解になります。 それでは4番。え。暖色系統は一般的に気分をかきたせ、興奮させる効果がある。この問題は正解です。この暖色、先ほども、えー、言わせてもらったんですけども、暖、えー、色系の色に関しては一般的に、えー、お客さんの気分を上げ、興奮させる効果があるという特徴があります。なのでこれでですね、お客さんから何か購買してもらう意欲が湧くので、この暖色系の色というのは、まあ、結構使った方がいいよという流れになります。A に関しては正解です。それでは5番。O 例えば、緑、赤、オレンジなどの野菜をうまく配,置配色し、縦縞に見えるように陳列する方法をカラーストライプ陳列という、この問題は正解です。まあ、こちらがカラーストライプ陳列ですね。これは例えばえ、この問題ではですね、まあ、え野菜をうまく言ってるんですけども、まあ、これはですね、にまあ、服とか衣料品とかでもまあ言えるという流れになります。なので、このようにうまくきれいに 陳列していくことをカラーストライプ陳列と言いますので、こちらも覚えていただければと思います。こちら第3章とも出てくるので、まあ、一緒に覚えていただければと思います。ここに関しては正解です。以上のことから今回は、あ、い、え、おが正解で、うが誤りとなります。